お待ちを。うん。私はウィカス。学。そうそう。おお。学院祭に興味が終わり。うん。毎年開催さ。対して四年。今年は学院。へえ。いえ。うん。はい。実はクラですから大噂ではお二方は。そうだ。ご安心ください。プレッシャーに感じていた。聞いた感じ良さそうだ。後ほど学院祭の会場でしか中にはあなたどうです？この学院祭学院祭のメイン会もうそろそろ学、うん、皆さん。これからお見せするのは莫大な賞金。あいつがヴィカスの言ってたカリーナだよ。今は忙しそうだから。彩色のあれを見るといい。すでに彩色の冠。20年前、そしてこたびの学院トーナメントにおける莫大な賞金も彼からの支援によるもの。大会を始める前に今日ここにはいない。全てが悪くなっている。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。罪悪の種は初めから党に。おい、何さっきから呼びかけても返事がなかったけど、寝不足か。まさかまた。おい、さて皆さんも退会。それではいよいよ正論派代表ティナリ。ソロン派代表セノ。メーロン派代表レイラ。シロン派代表ファルザン。ミョーロン派代表カーベ。そしてインロン派代表。およ。そんな風にやかましくて無意味な紹介はそこらでやめにした方がいい。え？おいお。来ました、最後の参加選手、インロン派代表カサッチ。あいつカサッ。あいつが誰なのか。外国の学者だって聞いたわよ。でもインロン派の学そういった物議は別。インロン派はここす。なんか変だよな。今6名の参加者が出揃い、今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは一体誰になるのでしょうか。こうしてみると学院と。そうだ、おいら後で挨拶がてら聞いてみようぜ。二人ともまた会ったね。おいらたちも。へえ、まだ休暇中だからこれだけは言わ。こんな偶然もある。記憶が確かな。やっぱりそういう反応にな。後から知ったんだけど、そんなルールが。もちろん制限がない。そう、それから。それなら数多くの学者が自分。そんな後輩たちにはもちろん断ってもいい。来月ガンダ優勝できるかどうかは。ああ、今回のカードはもしかして。いや、ごく、うん、すごく。理由なんか。それ僕みたいにカードゲームをあまだな。さて、カーベ、ファルザ、レイラ。ん？オイラたち得。ほう、ならばわしが優勝。下から上を。決めつけはよくありませんよ。わしと争うなぞ。100。先ほどからお聞きし、ん？覚えておらぬのか。え、おかしな話じゃな。うむ、これです。わしはお前のように先輩を尊敬する子が大好きなんじゃ。どうじゃ、この際わしの研究チームに入らんか。ファルザン先輩、
それは…そんなことは分かっておる。じゃが、近頃はほともかく、わしが優勝…もしかして…それだけではないが…ふむ、そうい…今は入学したばかりの…その上、優勝すればが…私も頑張ってチャンピオンを…レイラはなんでさん…なぜか、すごくたくさんの人が私を推薦して…じゃあ、ティナリとほとんど一緒って…ティナリ先輩…私…すごく気…後輩よ、緊張…でも、先輩…まずいな、絶対に言わなくちゃダメか。お、絶対…その、あれだ。あ、そっか。うん、あ、つまり、トーナ…ああ、それからもう一つある。だから僕が優勝して、その参加理由、まあこのわしがいる、もうそれは叶わない。まさか後輩にそんな過去があった。もう過ぎたことです。うむ、よかろう。ちと変じゃな。そんなことはありません。おいらは何も。カサッチ、陰嚢派にはその名前で登録してある。カサッチ、いたって普通の名前だろ。わかった。オイラたちは特別評論。質問に答える気はない。お前。今回の目的は誰にも言わないって。さあね、僕が。もういい。じゃあ3。まったく、本当に根掘り葉掘り聞くの。陰嚢派にたたら、その後暇だったから、どこまでも愚昧なや。それなのにこの件、話はここまでだ。もうじき誰かが。お前、こいつ相手には警戒を解いちゃ。カリーナの方は落ち着いたみたいだな。話を聞きに行こうぜ。話は聞いています。先ほどはお話がも…オイラたちもちょうど。それはよく。まずこの一つ目は教練員特製の写真機です。二つ目は試合専用のアラートデバイスで、なんだかすごい。あなた方以外にも評論員。そういえばお二人、あいつらだ。はい、私からは以上です。え、どうしてそうなんですか。うん、おかしいですね。うんうん。旅人、パイモン、ディシア、それにキャンディスも。ご友人のようですね。それでは、私は教練員から招待状が届きました。村の人たちからも外出を。来たからにはそんな複雑なことは。四方八方から商人がやってきて、前からあんたには。はい、私もとても楽しみで。旅人、パイモン、一緒に。そいつは残念だ。うん、じゃあ私たちは先に行くぜ。急がずゆっくり回った。ではお二人とも。さよ。まさかディシアとキャンディスも来てるなんて。遅い。これより規定に従い、実は先ほどの開幕式で教練員、それら蝶の中に3匹だけ特殊。本ラウンドの目標は迅速飛鳥。以上が第一ラウンドの試合内容だ。不明点については。アルハイゼンも相変わっていうか、どういう経緯であいつこの広いスメールシティで。迅速飛鳥の修正が。俺は先に行く。スメールシティを組ま…え、もう行くのか。勝者とは。クシャレワーの後輩よ、わしに人一緒に行く。こういう難しい…こっからがオイラたちの出番だよな。まずは…おい見ろよ、あいつもオイラたちと同じように他のさ…やっぱり油断できない。前にわしらが作ったもの、あやつらのって。神戸とファルザンは一体何を。ああ、今ファルザン先輩と。またんか、ここは人目が多い。さあ行く。よし、善は急げだ。必要なのはこれくらいかな。薬はほとんど持ってきてるよ。コレイ、お前も来て。ティナリ、何か
ればいい方法。たとえ変異体であっても生物、もちろん僕の推測が、詳しくは実験が終わった後。あ、はあ、レイラ、どうすればいい。こういった一番基礎的な。君たち星を研究する者は有能なんだろ。先生術を。あなたはカサッチス。もしかして昼は先生術。ううん、昼だとしても。じゃあどうして使わないんだ。アストローギストモナメギストス先輩。あ、これは考えすぎだよ。力なんてものは道具に過ぎない。君には冠をかぶる決意が。なんだよ勝手に。ごめん、私、ありがとう。実は私、早くシティに行こう。瀬野様が迅速市長。本当か。超は高いところ。今すぐ行こう。さすが瀬野先輩。あ、後で私も。うん、じゃあ先に瀬野のところに。セナ、やっと見つけたぜ。動くな。捕まえた。お、探していた蝶じゃない。やっと上まで来られた。セナ、人って僕が放った。またんか後輩よ。考え方を変えればお前の作った偽の蝶はセノをも騙せた。ああ、前に室内のデザイン、その際、そして今回。それって何。うん、そんなことも聞かねば。お前たちはあれをやったないな。そうじゃ、わしらはおとりを放って回収。そんな方。先輩の知恵をなめ。もちろん後輩がこれほど良い出来の機械の蝶を作ったおかげでもある。僕は得意なことをやった。謙遜するでない。見ろ、すでに機械おとりが戻ってきておる。お、なぜおとりの後ろに何も。そうじゃなくて本当に何。どうやら試合は。おかしい。行くぞ後輩、おとりが飛んできた。オイラたちも見に行って。属性を見下ろせ。若造の仕業じゃ。不思議だろ、お香の中には。じゃあちょっと。でも蝶に鼻はないよ。でも蝶は触覚で匂いを分別することができる。そうだった。それが普通だよ蝶。例えば気温が適して。一番重要なのは。ごめんなさい。人間は観賞用に命を世話するというの。すっごい。俺も一つ聞かせて。私、迷彩蝶を飼いたいんだけど。リシュボ。うん、みんな聞きたい。でも僕は今、こうしよう。もし興味があったら聞きに来て。やった絶対行くよ。それから気なりも順調に。まずい、うっかり。さすがはコレイの師匠。先輩、近くを調べたんですが、ここの機械おとりをもっと遠く。ならば行動を起こすか。なんか試合が白熱し。無能。くだらない。レイラー、何か進展はあった。ずいぶん探したんだけど。でもちょ、どうやらどこも。もう少し頑張って探してみるよ。多分他の参加。あ、これってまさかここで会えるなんて。止まってて。あ、
すごい速さだったぞ。待って、オイラたちも行こう。アラートデバイスが鳴ったぞ。誰かが迅速市長を捕まえたみたいだ。なんでうまくいかないんだ。全く意味がわからない。うわ、アラートデバイスがまた鳴った。他にも終わらせたやつがいるのか。ってことはレイラが今追いかけてるのが最後の迅速市長ってことかよ。今いいですよ。普段は使わないかもしれん。まあまあ。あ、お、誰だ。動くな。リシア、安心しろ。ちょっと、これを探していたのです。蝶々、私の頭に止まって。あなたはお久しぶりですね、レイラス。友達か。あ、おい。あ、だいぶ前。具合があまり良くなかったようなので食べ物をご馳走したんです。あ、それよりも私には必要のない。遠慮するな。迅速市長って。そうですか。さっきは悪かったな。まあ、はい。じゃあ私たちは。オイラたちもレイラと一緒。最後の迅速市長も第一ラウンドの試合はこれで終。ニーロ、君もこういうスタイルを取ればより自由に生きられる。ちょっと待った。1位はティナリさんだよ。2位はまだ相談中なの。おい、アルハイゼン、2位は2ポイント獲得。君の想像力には感服せざるを得なら今付け加えろ。そんなことを俺が。僕の優勝を邪魔したいの。その甘い考えを書面でトーナメント委員会に提出してみると。いくらなんでも遅す。仕方ないだろ、夢を。そっか、2匹目の迅速市長はカーベとファルザンが同時に見。仕方ないの、わしを敬って先輩と呼び。じゃあポイントはカーベさんにつけ。いやダメだ、僕がポイ。たとえ先輩がいいと言ってもわしは気にしておらん。じゃがそんなに何か問題。いや、じゃあくじ引きに。はぁ、あ、本当にすまんな後輩。どこれは先輩が受け取るの。確かに運が悪いく。気になんかに何が。弁論は後で聞こう。第2ラウンドの試合は時間になったら。あ、それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。アルハイゼン、カーベさん、あんまり。そうなのか。次のラウンドは。どうやら立ち直れたようじゃな。じゃが砂漠は大丈夫です。僕も砂漠は。今のところティナリ、次の試合が始まるまでは。お二人ともお悩みのようですね。学院祭をどこから回れば。ん、はい。もちろんスメールで一番有名な商人、誰一人知らぬ者はいないサングマハベイ様のことです。ドリーだ。はい、会長の使いで。おふ、ゴリはゴリは旅人にパイモンではありませんの。ドリー、やっぱり。当然ですわ。ここはスメールシティの入り口であり、学院フェスのブースにも近い。顧客に困ることはありませんわ。もうすでにモラが袋に。さあさあ、私の。じゃじゃ、せっかくの学園祭ですのに食べ物にしか。おーらららららら、学院フェスが守る。大きな声では言えませんよ、私の飽きなっている。オイラたちには必要ない。オイラ、
おいしい。わかりましたわ。そうだな。あららら。こりゃとんでもないお仕事だ。もしこいつが成功したら、えらい。はいはいはい。タフチー二つ。やったぜ。どこ見た？誰だ？オイラたちの知り合いか？怪しいものでもいたんですの。まさか。ロリー、誰をご覧になったかは存じ上げませんけど。